横浜スタジアムには大観衆が詰めかけています。ベイスターズが1勝で迎えるクライマックスシリーズファーストステージ第2戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ赤星さん、1勝で第2戦を迎えました。そうですね、このまま決めたいところなんですが、短期決戦の難しさもありますからね。まあどういう駆け引きをしてくるか非常に楽しみなゲームですね。はい、ぜひベンチワークにも注目していきたいと思います。まずはベイスターズの先発東が横浜スタジアムのマウンドに上がります。さあカープ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。今プレーボールがかかりました。さあ里崎さん、今日のゲームで勝てばファイナルステージ進出が決まります。まあそうですね、昨日勝った勢いを今日のゲームで出すことができるかですよね。そうですね。さあその勢い、今日も続けることができるんでしょうか。ファウルになります。打ちました。打球はセンターへ。センターが取りました。バッターは2番に入っている菊池。東、まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球できました。これが2球目、空振りになります。ノーボール2ストライクです。痛烈、これはどうか、破りました。センター前、ワンアウトランナー一塁となりました。3番バッター鈴木、ヒットでランナーを一塁に置いています。まあ走ってくる可能性も考えた方がいいでしょうね。はい、初球ランナーは動きませんでした。ここはゴロを打たせたいですよね。うん、そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。これが3球目、ファーストランナースタート、キャッチャー送球して盗塁成功です。この場面で盗塁を決められてしまいました。まあ走ってくるのは分かってたはずなんで、もう少し工夫してもらいたかったですね。これでワンヒットで先制ですから、もう少しランナーを警戒しておきたかったですよね。やはり足のあるランナーは怖いですね。はい、そうですよね。まあバッテリーにとっては頭が痛いところですけどね。うん、そうですね。さあここをしのいでいけるか。変化球打った、抜けた、セカンドランナー帰れば先制。先制のランナーが三塁を回った、セカンドランナーホームイン、カープ先制しました。1対0、先手を取られてしまいました。ここは抑えておきたかったんですが、タイムリーを打たれてしまいました。まあもう少し慎重に行きたかったですね。立ち上がりを攻められて先制点を奪われました。バッターボックスは4番バティスタ。ベイスターズ初回から先制点を許す形となっています。里崎さん、いきなり失点を許し不安の残るスタートとなってしまいました。まあ立ち上がりやれてますから、ここから調子を上げていってほしいですよね。そうですよね。ここからはきっちりと抑えたい。まず何を投げてくるか。初球ボール、一発狙ってくるカウントなんで慎重に行きたいですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。インサイド打ち上げました。センターへ打球伸びる、センターが取りました。ツーアウトです。バッターボックスには5番松山、ツーアウトになっています。
まあ初球ボールになりましたけど、低めを徹底したい場面ですからいいと思いますね。はい、長打を警戒する場面、低めを徹底したいところ。さあ2球目は何か。ちょっとカウント苦しくなっています。さあ3球目は何か。打った、ライトに強い打球、伸びていく、どうだどうだ、ライト深いところ破っていきました。ベイスターズピンチになりました。ツーアウトランナー三塁一塁。さあそして打席には西川が入ります。さあ追加点は許したくないところ。まだ序盤ですが、あまり離されると厳しくなりますから、ここはしっかり抑えたいですね。なるほど、そうですよね。高め見送ってストライクです。一塁牽制セーフ。低めいいところに持ってきましたが外れます。これが4球目。インコースの変化球見ています。これで3ボール。さあ5球目は何か。ナイスボール。アウトコースのストレート、力があります。これでフルカウント。次が勝負の1球になります。さあこれで決まるのか。フォアボールのランナーを出しました。これで2アウト満塁、ピンチを迎えます。まあフルカウントだったんで、もうちょっと際どければ振ってくれたと思いますけどね。はい、ここは気持ちを切り替えて次のバッターをしっかり抑えたいところ。ライトへ、これは大きな打球、掴んで3アウト。この回の攻撃はここまで。しかしこの回カープ鮮やかな攻撃で先に点を取りました。1対0カープ先制です。1回の裏ベイスターズの攻撃です。ベイスターズはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますカープはご覧のような守備陣です。カープマウンドに上がるのは先発のジョンソン。どんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。バッターは桑原。先頭バッターとしての仕事をしたいところ。初球は何から入ってくるか。初球ストライク。次が2球目。インコース低めの球、ノーボールツーストライク。低めは外れました。さあ4球目は何か。ボールになります。伸びていく伸びていく、レフト線を深くと破るヒットになりました。先頭バッター出ました。ベイスターズノーアウトランナー一塁です。バッターは2番に入っている筒香。ベイスターズ同点のランナーが出ています。マウンド上のピッチャーはジョンソン、そしてキャッチャーは相澤。このバッテリーをベイスターズ打線がどう攻略していくか。
走ってきた。キャッチャー二塁送球する。ナイス盗塁成功。きっちり盗塁を決めてきました。そうですね、いい走塁でしたね。これで追いつく可能性がぐっと高まりましたよね。やはり二塁タッチもセーフ。ピッチャーボール球をうまく使います。ストライクを先行させていきます。追い込みました。ライトへ。さあいい当たりになった。ワンバウンドヒットになった。同点のランナーが三塁を回った。セカンドランナーホームイン。ベイスターズ追いつきました。1対1、試合を振り出しに戻しました。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。ここで同点です。こういう場面で本当にいい働きをしますよね。いきなりリードを奪われたこのゲーム、しかし早くも振り出しに戻しています。バッターボックスは3番宮崎。ベイスターズこの回同点に成功。攻撃は続いています。赤星さん、先ほどはいい形で打線がつながりましたね。そうですね、やはりつなぐ意識が生んだタイムリーだったと思いますね。ええ、さあこの勢いをこのまま続けることができるか。ここはゴロを打たせるようなボールには気をつけたいですよね。なるほど、そうですね。3球目見送っています。ボール。ベイスターズ勝ち越し、3対1。見事な一発が飛び出しました。この回一気に逆転となりました。ご覧いただいています、弾丸ライナーで入っていきました。まあ普通はあの高さならフェンスを越えないんですけどね、よく持っていきましたよね。リードを取りましたが、ゲームは序盤、追加点まで行きたいところです。バッターボックス外。ベイスターズホームランで勝ち越しています。初球はボールになりました。2球目は何で来るか。いいところに決まってますよね。インローへキレのある変化球が決まっています。内へ低めの変化球。ワンボールツーストライクです。ライト方向を流しました。一二塁間を破る。ノーアウトランナー一塁です。5番バッターロペス、ヒットでランナーを一塁に置いています。初球打ち、これはどうか。取った。二塁送球アウト。スーパープレーが飛び出しました。ここはファインプレーに阻まれてしまいました。里崎さん、今のプレーご覧になっていかがですか。これはいい判断でしたね。打順は6番楠本。ベイスターズダブルプレーでランナーなくなりました。
際どいコースに送ってストライク。スピードボールを持っています。ストライクになります。あっという間に2ストライクです。ボールになります。引っ張った。これはどうだ。ワンバウンドヒットになりました。ランナー出ました。 DeNA ベイスターズです。ツーアウトランナー一塁。バッターは7番に入っている大和。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球ボール。改めてお聞きしますが、この引っ張った、これはどうか。三遊間抜ける。ベイスターズチャンスになりました。ツーアウト二塁一塁。さあベイスターズ追加点のチャンスを迎えています。まあこういう流れの時にできるだけ点を取っておきたいですね。うん、そうですよね。さあこのチャンスをどう生かしてくるでしょうか。バッターボックスには伊藤が入っています。うん、今のはよく我慢しましたよね。はい、変化球わずかに外れてボール。バッターに近いところで沈んでいきます。ワンボールツーストライクです。うん、よく見ましたね。選球眼がいいですよね。アウトロー際どいところわずかに外れました。打ちました。取った。一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回ベイスターズ貴重な得点でリードしました。1回終わって3対1、ベイスターズ逆転に成功しました。2回に入ります。追いかけるカープの攻撃。8番バッターはキャッチャー相澤。ベイスターズリードで迎える2回です。さあ里崎さん、この後のピッチング、どのようなところに注目しましょう。そうですね、まあ、攻撃陣の頑張りに応えるような。インサイド弾き返した打球は右中間へ。センター掴んでワンアウト。次はピッチャーの打順ですが、先発のジョンソンがバッターボックスです。ピッチャーが相手でも気を抜かずきっちりアウトを取りたいですね。そうですね。アウトコース見送っています。ナイスボール。はい、ストレート空振りでストライク。次が3球目。インハイ決まっています。ワンボールツーストライクと追い込みました。釣り玉でしたけど見極められましたね。うん、振ってきません。外れています。これはバット出ず三振です。打順は1番に帰ります。バッター田中。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。先ほどはアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたからね。ここは長打を警戒しておきたいですよね。そうですね。
2アウトランナーありません。打ちました。ショート取った。一塁アウト、スリーアウトです。反撃したいカープでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3対1 DeNA ベイスターズがリードしています。先発の東が打席に入ります。まあ当然ですけど、出塁しようという意識で打席に入ってほしいですよね。そうですね。アウトコース、空振りです。これが2球目。変化球が低めに外れます。ファウルになります。アウトコース外れます。見送っています。ボール。スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。これが6球目。見逃して三振です。ワンアウトです。打順はトップに帰って桑原。さっきはしっかり捉えたいい当たりでしたよね。はい、今日はバットが振れてるようですから、どんどん行ってほしいですね。はい、思い切りのいいバッティングを期待しましょう。ジョンソン、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。このカウントは狙い球を待ちつつも、その他のボールの対応も考えているでしょうね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。低めはボール。見逃し三振。ツーアウトになっています。今画面に出ているのが先ほどの配球です。打ちました。サード取った。タッチはアウト。これでスリーアウト。この回ベイスターズ三者凡退です。2回終わって3対1 DeNA ベイスターズがリードしています。里崎さん、序盤をリードで迎えた展開なわけですが、この後どのようなピッチングが必要になりますか。まあやっぱり先頭バッターをしっかり抑えることでしょうね。打ちました。ヒットになった。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。ここはゴロを打たせてゲッツーを取りたいですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。変化球タイミング合いません。3球目は何で来るか。低め、落ちるボール決まりました。ワンボールツーストライク。次が4球目。打ちました。ピッチャー取った。二塁送球、二塁アウト。4番
バッターは4番バティスタ。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席大きい当たりでしたよね。ちょっとヒヤッとしましたよね。ここは注意していった方がいいですね。はい、そうですね。ゲッツー崩れでランナー残りました。痛烈、これはショートライナー。5番バッター松山。前の打席はしっかり捉えてましたからね。まあタイミングが合ってるようなんで、ここは注意が必要ですよね。そうですね。2アウトになっています。バッター有利なカウントになりました。変化球タイミング合いません。バッテリー後がなくなってきました。ここはゾーン内で変化するボールという手もありますね。はい。ここでフォアボールを与えました。ツーアウトながら一塁二塁、一塁ランナーも帰れば同点となります。もうちょっと際どいところに投げたかったですね。はい、ここは気持ちを切り替えて次のバッターをしっかり抑えたいところ。外へのスライダー、ここは見極めています。これが3球目。素晴らしいコントロールですよね。はい、低めのストレート、ストライク。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあ、どのように料理していくか。外のボール打った、これは大きい。ライン際を破りました。セカンドランナーホームイン。カープ1点返しました。3対2になりました。ベイスターズ、なおも三塁二塁のピンチ。抑えたかったんですが、タイムリーが出て点差が縮まります。まあ、もう少し慎重に行きたかったですね。これで1点差に迫られました。バッターボックス下鶴。ベイスターズ、この回1点を返されています。さあ、リードを1点まで迫られ、なおも逆転のピンチを迎えています。相手打線が勢いづいてきてるんで、これ以上乗せないように食い止めないといけませんね。そうですね、ここで切っておきたいところ。外へ持っていきましたが入りません。さあ、3球目は何か。外れていきます。外、低めの球。さあ、追い込みました。打った、センター前へ抜けていく。逆転のランナーも三塁を回った。サードランナーがホームに帰ってきました。セカンドランナーも今ホームイン。カープ逆転しました。4対3、ベイスターズリードを奪われてしまいました。ここは抑えておきたかったんですが、タイムリーを打たれてしまいました。まあ、十分警戒はしてたと思うんですけどね。早くも逆転されてしまいました。バッターボックスは8番相澤。ベイスターズ、この回リードを許しています。初球は際どいところに来ました。ストライクです。
ストライクを取ってこれで追い込んだ。高め打ちました。わずかに左に切れました。ファールボール、低めに外れてボール。打ちました。高いバウンド、セカンドゴロ、セカンド取った、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回カープ貴重な得点でリードしました。4対3、カープ逆転に成功しました。先ほどは期待に応える見事なホームランでした。配球はご覧の通りです。初球ボール、引っ張った、西川一塁送球します。アウト、ワンアウト。打席には4番バッター、ソト。前の打席のヒットはしっかり捉えたいい当たりでしたよね。今日は調子が良さそうですよね。期待しましょう。まずはワンアウトを取っています。このカウントは甘い球だけでなく少しゾーンを広げて待っている感じです。引っ張った、これはどうだ。ワンバウンド、ヒットになりました。ランナー出塁しました。ワンアウト、ランナー一塁です。バッターボックスは5番ロペス。先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。ベイスターズ同点のランナーが出ています。ここは中途半端なバッティングでゲッツーなんてことにならないようにしたいですよね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。内へズバッと投げ込んできました。併殺を狙ってきていることは十分承知でしょう。バッターのロペス、これはバット出ず三振です。ツーアウトになっています。6番バッター楠本。前の打席はジャストミートでしたよね。今日はタイミング合ってるようなんでどんどん積極的にいってる。インサイド打ち上げました。弾き返した打球は左中間へ。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。3回終わって4対3、1点リードはカープです。先発のジョンソンがバッターボックスに入ります。ここは雑なピッチングにならないようにしたいですね。そうですね。初球空振りです。2球目打ちました。この打球はフライになっています。ロペス抑えてワンアウト。打順は1番に帰ります。バッター田中、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。東、まずは先頭バッターを打ち取っています。変化球インコース、ストライクです。次が3球目、外の球外れています。4球目は何で来るか。打ちました、流しました。これはどうか。このフライはヒットになりそうだ。三塁線落ちました。ワンアウト、ランナー一塁となりました。ご覧いただいています。ここはうまく打ち返されてしまいました。
さあ追加点のランナーを一塁に背負います。バッターは菊池。まあバントの上手い選手ですからね、送ってもいいと思いますよね。なるほど、そうですか。さあまず1球目、ランナースタート、キャッチャー送球してセーフ、盗塁成功。ここで盗塁を許してしまいました。まあ走ってくるのは分かってたはずなんで、もう少し工夫してもらいたかったですね。痛いですよね。ここは得点圏に進めたくなかったですよね。やはり足があるというのは大きなアドバンテージと。タッチもセーフ。インコースへ大きく外れます。インコース、これは外れます。このピンチ、空振り三振に切って取りました。まあここは2アウトになったんで、だいぶやりやすくなったんじゃないでしょうか。はい、三振で2アウトとなっています。ランナーは変わらず2塁です。まずは見送ります。ワンボール。変化球打った、高いバウンド、サードが抑えた、一塁送球、一塁アウト、これで3アウト。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。4対3、1点リードはカープです。 DeNA ベイスターズ4回裏の攻撃になります。バッターは大和、先ほどの打席でヒットを放っています。ベイスターズ1点ビハインドで迎える4回の攻撃です。さあ赤星さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。そうですね、まあ1点差ですから、この辺りで追いついておきたいところですよね。そうですね。2球目打ちました。この打球は落ちそうだ、ヒットになった。先頭バッター出ました、ベイスターズ、ノーアウトランナー1塁です。ここは綺麗に流していきました。逆らわずにね、ナイスバッティングだったと思いますね。さあ一塁には同点のランナー、バッターボックスには伊藤。思い切ってエンドランを仕掛けてみてもいいかもしれませんね。さあランナーをどう生かしてくるか。ファーストランナースタート、キャッチャー二塁送球する、ナイス盗塁成功です。見事に盗塁を決めた場面です。いやー、さすがという走塁でしたね。これで追いつく可能性がぐっと高まりましたよね。やはり足があるっていうのは大きな武器になりますね。はい、全くその通りですよね。まあここは最悪でも進塁だという。ストレート打った、サード取った、一塁アウト、ランナー二塁は変わりません。さあバッターボックスには先発の東が入っています。代打で点を取りに行った方が良かったかもしれませんね。そうですね。さあ一打同点という場面を迎えています。これは変化球、3球目は何で来るか。外低めに変化球が決まります。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。切りました、ファウルボール。外のボール打った、上がりすぎたか、ここは打ち上げています。ライトフライ抑えてアウト、ツーアウトランナー二塁となりました。さあそしてバッターボックスには桑原が入っています。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。まあベイスターズとしては早いうちに追いついておきたいですよね。なるほど、そうですね。さあ2球目は何か、低め決まってストライク。
これが3球目。キレのあるいいボールでしたね。アウトローの変化球、キレがあります。ワンボールツーストライクです。牽制、二塁タッチもセーフ。低め、これは外れた。フライになっています。掴んでスリーアウト。同点は許しませんでした。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。同点のチャンスがあったベイスターズですが、そのチャンスを生かせませんでした。4回終わって4対3、カープが1点をリードしています。里崎さん、ベンチとしてはそろそろリリーフも考えているでしょうね。まあそうですね、当然この後の継投のことを考えてるでしょうね。はい、ベンチはどこで継投策投じてくるんでしょうか。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。取ってワンアウトです。バッターボックス松山、前の打席ではフォアボールを選んでいます。まずはワンアウトを取っています。今日の先発ピッチャーはベイスターズが東、そしてカープがジョンソン、この2人の投げ合いとなっています。ファウルになります。ここは決められると思うボールがあれば一気に勝負していいですよね。なるほど、高めのボール、またファウル。引っ張った、弾き返した打球はライトへ。ライトが取りました。ツーアウトです。バッターボックスは6番西川、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね、はい、今度はしっかり抑えておかないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。ツーアウトになっています。スライダー外れます。ここはバッターが狙いを絞ってくるでしょうね。なるほど、さあ何を選択してくるか。低めの変化球です。このカウントは狙ってくるバッターいますから甘くならないようにしたいですね。なるほど、さあキャッチャーどこに構えるか。さあ6球目は何か。ファウルになります。打ちました、東。一塁アウト、スリーアウトです。この回カープ3人で攻撃を終えています。4対3、カープが1点をリードしています。赤星さん、バッターとしてはそろそろ打ち崩していきたいところですよね。そうですね、まあそろそろ攻略してほしいと言いますか、各バッターもう少し狙い球を絞るなり工夫してもらいたいですよね。はい、そのあたりバッターの対策が重要になってきそうです。低めきました。インサイド、弾き返した打球はセンターへ。下鶴抑えてワンアウト。打席には3番バッター宮崎、今日はホームランを放っています。ジョンソン、まずは先頭バッターを打ち取っています。アウトコース、空振りです。
緩いボールを持ってきました。コーナーをつきます。ワンボールツーストライクです。ここは釣り玉は振らないように注意したいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。引っ張った、取った、一塁へ送ります。ツーアウトになりました。打順は4番ソト。今日はここまでマルチ安打を記録しています。いや当たってますね。この調子だと猛打賞も行くでしょうね。さあここも打っていけるか。ツーアウトランナーありません。外に決まりました。引っ張った、サード弾く、ボールを拾って、これはサードのエラーです。ランナー出ました。 DeNA ベイスターズです。ツーアウトランナー一塁。バッターは5番ロペス。先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。さっきの三振はちょっと消極的です。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ベイスターズチャンスになります。ツーアウトランナー二塁一塁。厳しいコースだったんですがうまく打ち返しました。やっぱりね、バットコントロールがものすごくいいですよね。さあベイスターズ同点のチャンスを迎えています。そろそろ追いついておきたいですよね。このチャンスをものにしたいですね。なるほど、そうですね。まあそして頼りになるバッターに回りましたから非常に期待できると思いますね。はい、さあこのチャンスしっかりものにしておきたい。バックホームする、ライト前ヒット。さあチャンスを広げていきます。今のバッティングご覧いただきましょう。いや本当にうまく反応しましたよね。さあそして打席には大和が入ります。さあチャンスが続き満塁の場面。ここもつないで逆転までいければ理想的ですね。なるほど、そうですよね。インサイド打った、ショートの右掴んだ、一塁へ、一塁アウトでスリーアウト。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。逆転のチャンスがあったベイスターズですがそのチャンスを生かせませんでした。5回終わって4対3、カープが1点をリードしています。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。まずは1回の表、一打先制のピンチ、迎えるは3番鈴木。追い込まれながら打ち返した当たりはタイムリーになりました。ベイスターズ先手を取られます。しかしベイスターズすぐに反撃に出ます。一打同点という場面、2番筒香、追い込まれてからのタイムリー、ベイスターズ同点としました。さらに続きます、ランナー1塁から3番宮崎。
甘い球を見逃しませんでした。ベイスターズ一振りで勝ち越し。3回の表、ツーアウト一塁二塁で6番西川、追い込まれながら打ち返した当たりはタイムリーになりました。ベイスターズ1点を返されます。続く攻撃、逆転のランナーを置いて7番下鶴、ランナー2人を返すタイムリー。ベイスターズここで逆転されます。4回の裏、このチャンスの場面、弾き返すも外野へのフライとなります。同点のチャンスを逃します。5回の裏、チャンスの場面、しかし内野ゴロに打ち取られます。逆転とはなりません。ファーストステージ第2戦は6回の表に入ります。7番から始まるカープの攻撃、下鶴がバッターボックスに入ります。先ほどの打席で逆転タイムリーを放っています。まあ先ほどはしのぎきれませんでしたけど、はい、ここはピシャーっと抑えてやり返さないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。ベイスターズ1点ビハインドで迎える6回です。さあ里崎さん、中盤1点差ですからしっかり抑えていきたいですよね。そうですね、このあたりからちょっとしたミスがね、致命的になりますからね。そう、高めのボール、打球はセンターへ。ここはセンターが抑えています。2アウトです。ピッチャーに打順が回って先発のジョンソンがバッターボックスです。好投してますから続投でいいでしょうね。そうですね。次が2球目、変化球タイミング合いません。さあ3球目は何か、変化球がインコースに決まります。ワンボールツーストライク。インサイド落ちました。最後はファールグラウンドで掴んで3アウトです。この回カープ三者凡退です。4対3、1点リードはカープです。6回の裏、追いかけるベイスターズの攻撃、8番バッター伊藤、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。いいところだったんで打ちたかったですけどね。ええ、まあ切り替えてここで挽回ですよね。そうですね。ベイスターズ1点ビハインドで迎える6回の攻撃です。2球目打ちました。レフトが取りました。ワンアウトです。バッターボックスには代打の梶谷。さあ赤星さん、ベンチはここで代打を選択してきました。まあそうですね、ここは得点のきっかけが欲しい場面ですから、そういう役割を期待しての起用でしょうね。そうですね、この起用に応えたい。初球ボール、ボールになります。ボール先行です。高めストライクになります。これが4球目、ファウルになります。変化球空振り、2アウトになりました。
打順はトップに帰って桑原、今日は盗塁が一つあります。ツーアウトランナーありません。インサイド決まっています。打ちました。ピッチャーゴロです。田中一塁アウトでスリーアウトチェンジです。反撃したいベイスターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。6回終了4対3、1点リードはカープです。これから7回カープの攻撃です。そしてベイスターズはピッチャーが変わります。田中がマウンド上に上がっています。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。空振りです。内へのボール外れました。切れてますよね。はい、アウトロー変化球空振りでストライク。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。ファウルになります。高め打ちました。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。打席には2番バッター菊池、今日は盗塁を1つ成功させています。ワンアウトランナーありません。際どいコースに送ってストライク。2球目は何で来るか。これは内へ外れます。次が3球目、低め見送りました。ストライクです。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。打ちました。これはどうか。センターに抜けました。ワンアウトランナー一塁です。ここはうまく打ち返されてしまいました。バッターボックスには3番鈴木、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いています。1塁はセーフ。最初は変化球できました。得意のボールでストライクを取りました。ここはゲッツーを取りた。走ってきた。キャッチャー送球して盗塁成功。この場面で盗塁を決められてしまいました。まあ走ってくるのは分かってたはずなんで、もう少し工夫してもらいたかったですね。もう少し警戒しておきたかったですよね。やはり走力というのは大きな戦力ということですね。はい、そうですよね。まあバッテリーにとっては頭が痛いところですけどね。そうですね。さあここをしのいでいけるか。このストレートは外れています。外へ持っていきましたが入りません。これでフルカウント。変化球打った。高いバウンドになった。一塁送球。一塁アウト。ツーアウトランナー三塁と変わります。さあそしてバッターボックスにはバティスタが入っています。さあツーアウトにはなりましたが、得点圏にはランナーが残っています。まあここをしのげればまだまだ分からないと思いますよね。なるほど、そうですね。まずはストライク。インコース高めを攻めていきます。
結局これも見逃しました。バッターのバティスタ。3球目は何で来るか。低め見ました。ボールです。さあ勝負してくるのか。外のボール打った。これは上がりすぎ。この打球はフライになっています。掴んでスリーアウト。追加点は奪えませんでした。カープ、サードランナー残塁に終わっています。4対3、1点リードはカープです。さあそしてここからはラッキーセブン、ベイスターズの攻撃に入ります。 DeNA ベイスターズ、ラッキーセブンの攻撃になります。2番バッター筒香、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はいい当たりだったんですけどね、タイミングは取れてるんで期待していいと思いますね。期待しましょう。ベイスターズ1点ビハインドで迎える7回の攻撃です。さあ赤星さん、先頭バッターとしての役割を果たしたいと。高めのボール、打球は切れてスタンドへ入りそうだ。入れました。ファールボール。バッター、これはどうだ。一二塁間を破る。先頭バッター出ました。ベイスターズノーアウトランナー一塁です。ここはうまく打ち返していきました。いや本当にうまく反応しましたよね。3番バッター宮崎、今日はホームランを放っています。ベイスターズ同点のランナーが出ています。まあここは長打を警戒して低め低めで来るでしょうね。ああそうですか。相手バッテリーはゲッツーを狙ってくると思うんで、そういうボールには気をつけたいですよね。なるほど、そうですね。膝元インコース、ワンボールツーストライクです。ここは臭いところも打っていかないといけませんね。なるほど、そうですか。ファールグラウンドへのフライです。キャッチャーが構えます。ファールグラウンドで抑えてワンアウト。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックスは4番ソト。先ほどの打席は相手のエラーで出塁しています。ベイスターズ同点のランナーが出ています。これが2球目。打ち上げました。ライトの前に落ちた。ライト前ヒット。さあ逆転のランナーも出塁します。ここは綺麗に流していきました。逆らわずにね、ナイスバッティングだったと思いますね。さあそして打席にはロペスが入ります。打順がいいところなのでここでなんとかしたいですね。さあ一打同点のチャンス。このチャンスはものにしないとちょっと苦しくなりますよね。なるほど、そうですよね。このカウントは狙い球を待ちつつもその他のボールの対応も考えているでしょうね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。外の球打った。ボテボテ抑えた。二塁へ送球。二塁アウト。際どいタイミングも一塁はセーフ。よく走ります。バッターボックスには代打の伊藤。さあ面白い場面となりました。赤星さん、この一打同点の場面でカードを切ってきました。そうですね、まあここは確実に点が欲しい場面ですから、この起用に応えてほしいですよね。なるほど。さあファンの期待を背負って打席に立ちます。こういう場面で初球から簡単にストライクを取れるのはボールに自信があるからでしょうね。なるほど。さあ2球目は何か。これはちょっと手が出ません。
ここはあっという間に追い込んでいます。よく見極めましたね。はい、変化球わずかに外れてボール。さあ4球目は何か。アウトコースはこれは外れた。ランナー返すことができませんでした。あと1本が出ませんでした。最後は三振。大きなチャンスだったんですが同点には持ち込めませんでした。まあタイミングを外されてしまいましたよね。ベイスターズ2者残塁です。ため息に包まれた横浜スタジアム。7回終わって4対3、カープが1点をリードしています。これから8回カープの攻撃です。一方ベイスターズはピッチャーが変わります。エスコバーが3番手としてコールされています。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。打席には5番バッター松山。先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席はちょっとヒヤッとするような大きな当たりでしたよね。ここは慎重に行くべきでしょうね。はい、そうですね。ベイスターズ1点ビハインドで迎える8回です。試合は終盤1点の攻防となりました。まあここは我慢のしどころですよね。最少失点で逆転を狙っていきたいですね。うん、この後も集中力がキャッチャーファウルになります。3球目打ちました。この打球は落ちるか、どうだ、ヒットになった。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。うん、これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。この場面守備に乱れがありました。さあここでカープダイソーを送ります。小園がファーストランナーに入ります。バッターボックス西川。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に打ってランナースタート。キャッチャー二塁送球する。タッチアウト。盗塁失敗。見事に盗塁を封じました。まあここは当然警戒してましたからね。このアウトは大きいですね。はい、ランナーはいなくなりました。キャッチャーがいい送球しましたよね。そうですね。インコース変化球決まりません。打ちました、流しました。レフトへ打球伸びる。筒香が掴んで2アウト。バッターは7番下鶴。先ほどの打席はファールフライに倒れています。2アウトになっています。この球は外れています。高めのボール打ちました。弾き返した打球はレフトへ。最後はレフトフライ掴んで3アウトです。この回カープ結局3人で攻撃を終えています。4対3、1点リードはカープです。8回の裏ベイスターズの攻撃です。一方カープはピッチャーが変わります。フランスワが2番手としてコールされています。バッターは山田。今日は盗塁を決めています。ベイスターズ1点ビハインドで迎える8回の攻撃です。初球わずかに外れてボール。スピードボールを持っています。
2球目打ちました。このフライはどうだ、落ちるか。ワンバウンドヒットになりました。先頭バッター出ました、ベイスターズ。ノーアウトランナー一塁です。今のバッティングご覧いただきましょう。見事期待に応えました。しっかり捉えてますし、いいバッティングでしたね。さあ、この同点に追いつきたい場面でノーアウトのランナーを置いています。バッターは伊藤。とにかく1点を取るために送りバントでチャンスに持っていくのもありですよね。なるほど、そうですか。送りバントだ。三塁方向、サード取った、一塁へ、一塁アウト、送りバント成功。ワンアウトランナー二塁。外のボール打った。この当たりはどうか。ここは打ち上げています。セカンドランナータッチアップ。2アウトランナー三塁と変わります。まあ、なんとか進塁打になりましたね。さあ、そしてこのチャンスで打席には1番の桑原が入っています。いいコースですが外れています。外角高めへのストライク、158キロ。外外ときました。これも見送りました。難しい球はストライクになります。次が4球目。ストレート打った、ショート取った、一塁送球、一塁アウト、これで3アウト。さあ、これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。同点のチャンスがあったベイスターズですが、そのチャンスを生かせませんでした。8回終わって4対3、カープが1点をリードしています。これから9回カープの攻撃です。そしてベイスターズはピッチャーが変わります。三上がマウンドに上がります。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。カープの攻撃は8番キャッチャー。これが1球目。ファウルボール。レフトに持っていった、これは大きいぞ。頭上を破っていく。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。先頭バッターを出してしまいました。ここはうまく引っ張られました。まあ、これはいいバッティングされましたね。バッターボックスには代打の長野。里崎さん、ここは踏ん張りたいですね。まあ、相手が勝負に来てますからね。ここはしっかり抑えていきたいですね。そうですね。さあ、一度気持ちを切り替えて踏ん張ってほしいところ。変化球でまず空振りです。インハイ見送ってストライク。すぐに追い込みました。さあ、外してくるのか。空振り三振。ここは投げ勝ちました。まず一つアウトを取りました。ランナー二塁はそのままです。さあ、そしてバッターボックスには田中が入っています。さあ、アウトカウントが一つ増えましたが、まだピンチは脱していません。まあ、ここをしのげればまだまだ分からないと思いますよね。なるほど、そうですね。変化球を見極めます。次が2球目。ここは見送ります。これが3球目。いい当たり、ワンバウンドヒットになった。セカンドランナーサードキャンバスを蹴った。
中継にボールが送られる。セカンドランナーホームイン。カープ追加点を挙げました。5対3、ベイスターズなおもピンチが続きます。抑えたかったんですが、ここでタイムリーを打たれてしまいました。点差が広がります。まあ踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。最終回なんとも痛い失点となります。さあ、そして打席には菊池が入ります。さあ、ピンチは続いています。これ以上離されると厳しいですから、なんとか切り抜けてほしいですね。なるほど、そうですよね。牽制します。タッチもセーフ。もう一球牽制球。二塁タッチもセーフ。左へ持っていった。ぐんぐん伸びる。あと少し届かない。二塁ランナー三塁も回った。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁到達。カープ追加点。6対3になりました。ベイスターズさらにピンチが続きます。抑えたかったんですが、ここでタイムリーを打たれてしまいました。点差が広がります。そうですね、厳しい展開になりましたね。最終回なんとも痛い失点となります。バッターボックスは3番鈴木。ベイスターズこの回2点を失っています。さあ、3点を離され、なおも得点圏にランナーを背負った場面。相手打線が勢いづいてきてるんで、これ外の球打った、抜けた。セカンドランナー帰れば追加点。ホームへ、ライト前ヒット。ベイスターズさらにピンチが続きます。さあ、そしてバッターボックスにはバティスタが入っています。さあ、なおもピンチが続きます。初球ボール球です。ここは三振を取りたいですよね。なるほど。さあ、どういうリードをしてくるのか。決まった。低めいっぱい。ワンボールツーストライクです。こうなったら三振狙っていくでしょうね。空振り。ここはランナーを返させません。これで犠牲フライがなくなって、だいぶ楽になりましたね。はい、三振で2アウトとなっています。ランナー三塁一塁は変わりません。際どいコース見送っています。まっすぐですね。アウトコースのストレート、力があります。151キロ。うちのボール打った。これは外野へ。ここはフライになっています。掴んで3アウト。この回の攻撃はここまで。しかしこの回カープ2点を追加しています。6対3。カープのリード広がっています。最終回 DeNA ベイスターズの攻撃。そしてカープがマウンドに送るのはもちろんこの人です。さあ、簡単に打たせてくれる相手ではありませんが、何としても攻略しなければなりません。赤星さん、なかなか厳しい点差となっているわけですが、どういった攻撃が必要ですか？点差があるので、こういう時こそ。いい当たり。わずかに切れてファウルボール。横への変化球が決まります。ノーボールツーストライクです。先頭バッターが出塁していきます。バッターボックス宮崎、今日はホームランを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。
ここはゴロを打たせるようなボールには気をつけたいです。レフト線へ持っていった、プロ入りました、ホームラン。宮崎追撃の一発、ツーランホームラン。1点差に詰め寄る一発となりました。ベイスターズが追い上げます。6対5になりました。頼りになる男がやってくれました。最終回諦めません。今のバッティングご覧いただきましょう。いやー、ナイスバッティングですね。これで1点差に迫りました。バッターボックスには4番、ソト。先ほどのヒットはナイスバッティングでしたよね、はい、バットが触れてますよね。いいスイングしてると思いますね、しっかり捉えた、大きいぞ。掴んでワンアウト。打順は5番、ロペス。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。チャンスだったんでなんとかしたかったんですけどね、ストレート打った、ボテボテのセカンドゴロ、取った、一塁アウト。バッターボックスには代打の神里。さあ赤星さん、ベンチはここで代打を選択してきました。まあそうですね、ここは得点のきっかけが欲しい場面ですから、そういう役割を期待しての起用でしょうね。そうですね、この起用に応えたい。インサイド空振り。空振りになります。ノーボールツーストライク。さあ外してくるのか。低め外れました。さあ勝負してくるのか。ファウルです。ファウルボールです。ボールカウントは1ボール2ストライクです。三塁線わずかに切れてファウルボール、振っていきましたが三振。試合終了。DeNA ベイスターズ痛い敗戦となってしまいました。赤星さん、やはり相手にも意地があります。簡単には勝たせてくれませんでしたね。そうですよね、短期決戦の難しさも当然あるんですけど、まあ気持ちを切り替えて明日に臨んでもらいたいですね。はい、明日はどんな戦いになるんでしょうか。勝ったカープ、接戦をものにしました。一方の DeNA ベイスターズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のようにクライマックスシリーズファーストステージ第2戦は DeNA ベイスターズ敗れてしまいました。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで横浜スタジアムから失礼いたします。本日は最後までご観戦くださいまして誠にありがとうございました。お帰りの際にはどちら様も落とし物、お忘れ物などございませんよう、お足元には十分お気をつけてお帰りくださいませ。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございました。